42。私はケイと並んで足を運ばせながら、彼の口を出る次の言葉を腹の中で暗に待ち受けました。あるいは待ち伏せと言った方がまだ適当かもしれません。その時の私は、たとえケイを騙し討ちにしても構わないくらいに思っていたのです。しかし私にも教育相当の良心はありますから、もし誰か私のそばへ来て、お前は卑怯だと一言囁いてくれるものがあったなら、私はその瞬間にはっと我に立ち返ったかもしれません。もしケイがその人であったなら、私はおそらく彼の前に赤面したでしょう。ただケイは私をたしなめるにはあまりに正直でした。あまりに単純でした。あまりに人格が善良だったのです。目のくらんだ私は、そこに敬意を払うことを忘れて、かえってそこにつけ込んだのです。そこを利用して彼を打ち倒そうとしたのです。敬はしばらくして私の名を呼んで私の方を見ました。今度は私の方で自然と足を止めました。すると敬も止まりました。私はその時やっと K の目を真向きに見ることができたのです。K は私より背の高い男でしたから、私は勢い彼の顔を見上げるようにしなければなりません。私はそうした態度で狼のごとき心を罪のない羊に向けたのです。もうその話はやめよう、と彼が言いました。彼の目にも彼の言葉にも変に悲痛なところがありました。私はちょっと挨拶ができなかったのです。すると K はやめてくれ、と今度は頼むように言い直しました。私はその時彼に向かって残酷な答えを与えたのです。狼が隙を見て羊の喉笛へ食らいつくように。やめてくれって、僕が言い出したことじゃない。もともと君の方から持ち出した話じゃないか。しかし君がやめたければやめてもいいが、ただ口の先でやめたって仕方があるまい。君の心でそれをやめるだけの覚悟がなければ。一体君は君の平生の主張をどうするつもりなのか。私がこう言ったとき、誠意の高い彼は、自然と私の前に萎縮して小さくなるような感じがしました。彼はいつも話す通りすこぶる強情な男でしたけれども、一方ではまた人一倍の正直者でしたから、自分の矛盾などをひどく非難される場合には、決して平気でいられないたちだったのです。私は彼の様子を見てようやく安心しました。すると彼は突然、覚悟？と聞きました。そうして私が、まだ何とも答えない先に、覚悟。覚悟ならないこともない。と付け加えました。彼の調子は独り言のようでした。また、夢の中の言葉のようでした。二人はそれきり話を切り上げて、小石川の宿の方に足を向けました。割合に風のない暖かな日でしたけれども、何しろ冬のことですから、公園の中は寂しいものでした。ことに霜に打たれて、青みを失った杉の木立ちの茶褐色が、薄暗い空の中に小杖を並べてそびえているのを振り返ってみたときは、寒さが背中へかじりついたような心持ちがしました。我々は夕暮れの本郷台を急ぎ足でどしどし通り抜けて、また向こうの丘へ登るべく小石川の谷へ降りたのです。私はその頃になってようやく街灯の下に体の温かみを感じ出したぐらいです。急いだためでもありましょうが、我々は帰り道にはほとんど口をききませんでした。家へ帰って食卓に向かった時、奥さんはどうして遅くなったのかと尋ねました。私は K に誘われて上野へ行ったと答えました。奥さんはこの寒いのにと言って驚いた様子を見せました。お嬢さんは上野に何があったのかと聞きたがります。
私は何もないが、ただ散歩したのだという返事だけしておきました。ヘイゼイから無口な K は、いつもよりなお黙っていました。奥さんが話しかけても、お嬢さんが笑っても、ろくな挨拶はしませんでした。それから飯を飲み込むように書き込んで、私がまだ席を立たないうちに自分の部屋へ引き取りました。43。その頃は覚醒とか新しい生活とかいう文字のまだない自分でした。しかし K が古い自分をさらりと投げ出して、一位に新しい方角へ走り出さなかったのは、現代人の考えが彼に欠けていたからではないのです。彼には投げ出すことのできないほど尊い過去があったからです。彼はそのために今日まで生きてきたと言ってもいいくらいなのです。だから K が一直線に愛の目的物に向かって盲信しないと言って、決してその愛の生ぬるいことを証拠立てるわけにはいきません。いくら熾烈な感情が燃えていても、彼はむやみに動けないのです。前後を忘れるほどの衝動が起こる機会を彼に与えない以上、K はどうしてもちょっと踏みとどまって自分の過去を振り返らなければならなかったのです。そうすると過去が指し示す道を今まで通り歩かなければならなくなるのです。その上彼には現代人の持たない強情と我慢がありました。私はこの双方の点においてよく彼の心を見抜いていたつもりなのです。上野から帰った晩は私にとって比較的安静な夜でした。私は K が部屋に引き上げた後を追いかけて彼の机のそばに座り込みました。そうして取り留めもない世間話をわざと彼に仕向けました。彼は迷惑そうでした。私の目には勝利の色が多少輝いていたでしょう。私の声には確かに得意の響きがあったのです。私はしばらく K と一つ火鉢に手をかざした後、自分の部屋に帰りました。他のことにかけては何をしても彼に及ばなかった私も、その時だけは恐るるに足りないという自覚を彼に対して持っていたのです。私はほどなく穏やかな眠りに落ちました。しかし突然、私の名を呼ぶ声で目を覚ましました。見ると、間の襖が二尺ばかり開いて、そこに K の黒い影が立っています。そうして彼の部屋には、酔いの通りまだ明かりがついているのです。急に世界の変わった私は、少しの間、口を聞くこともできずに、ぼーっとしてその光景を眺めていました。その時 K は、もう寝たのかと聞きました。K はいつでも遅くまで起きている男でした。私は黒い影帽子のような K に向かって何か用かと聞き返しました。K は大した用でもない。ただもう寝たかまだ起きているかと思って便所へ行ったついでに聞いてみただけだと答えました。K はランプの火を背中に受けているので彼の顔色や目つきは全く私にはわかりませんでした。けれども彼の声は普段よりもかえって落ち着いていたくらいでした。K はやがて開けた襖をピタリと立て切りました。私の部屋はすぐ元の暗闇に帰りました。私はその暗闇より静かな夢を見るべく、また目を閉じました。私はそれきり何も知りません。しかし、翌朝になって夕べのことを考えてみると、なんだか不思議でした。私はことによると、すべてが夢ではないかと思いました。それで飯を食うとき、K に聞きました。K は確かに襖を開けて私の名を呼んだと言います。なぜそんなことをしたのかと尋ねると、別にはっきりした返事もしません。調子の抜けた頃になって、近頃は熟睡ができるのか、と帰って向こうから私に問うのです。私はなんだか変に感じました。その日ちょうど同じ時間に講義の始まる時間割になっていたので、二人はやがて一緒に家を出ました。今朝から搾油のことが気にかかっている私は、途中でまた K を追求しました。けれども K はやはり私を満足させるような答えをしません。
私はあの事件について何か話すつもりではなかったのかと念を押してみました。K はそうではないと強い調子で言い切りました。昨日上野でその話はもうやめようと言ったではないかと注意するごとくにも聞こえました。K はそういう点にかけて鋭い自尊心を持った男なのです。ふとそこに気のついた私は突然彼の用いた覚悟という言葉を連想しだしました。すると今までまるで気にならなかったその虹が妙な力で私の頭を押さえ始めたのです。44K の果断に富んだ性格は私によく知れていました。彼のこの事件についての優柔なわけも私にはちゃんと飲み込めていたのです。つまり私は一般を心得た上で例外の場合をしっかりすらまえたつもりで得意だったのです。ところが覚悟という彼の言葉を頭の中で何遍も咀嚼しているうちに私の得意はだんだん色を失ってしまいにはぐらぐら動き始めるようになりました。私はこの場合もあるいは彼にとって例外ではないのかもしれないと思い出したのです。すべての疑惑、反問、応答を一度に解決する最後の手段を彼は胸の中に畳み込んでいるのではなかろうかと疑り始めたのです。そうして新しい光で覚悟の虹を眺め返してみた私ははっと驚きました。その時の私がもしこの驚きをもってもう一遍彼の口にした覚悟の内容を公平に見回したらばまだよかったかもしれません。悲しいことに私は固めでした。私はただ K がお嬢さんに対して進んでいくという意味にその言葉を解釈しました。果断に富んだ彼の性格が恋の方面に発揮されるのがすなわち彼の覚悟だろうと一途に思い込んでしまったのです。私は私にも最後の決断が必要だという声を心の耳で聞きました。私はすぐその声に応じて勇気を振り起こしました。私は K より先にしかも K の知らない間にことを運ばなくてはならないと覚悟を決めました。私は黙って機会を狙っていました。しかし2日経っても3日経っても私はそれを捕まえることができません。私は K のいない時またお嬢さんの留守な折を待って奥さんに談判を開こうと考えたのです。しかし片方がいなければ片方が邪魔をするといった風の日ばかり続いてどうしても今だと思う好都合が出てきてくれないのです。私はイライラしました。一週間の後私はとうとう耐えきれなくなって軽病を使いました。奥さんからもお嬢さんからも K 自身からも起きろという催促を受けた私は生返事をしただけで10時頃まで布団をかぶって寝ていました。私は K もお嬢さんもいなくなって家の中がひっそり静まった頃を見計らって寝床を出ました。私の顔を見た奥さんはすぐどこが悪いかと尋ねました。食べ物は枕元へ運んでやるからもっと寝ていたらよかろうと忠告してもくれました。体に異常のない私はとても寝る気にはなれません。顔を洗っていつもの通り茶の間で飯を食いました。その時奥さんは長火鉢の向こう側から給仕をしてくれたのです。私は朝飯とも昼飯ともつかない茶碗を片手に持ってどんなふうに問題を切り出したものだろうかとそればかりに屈託していたから外観からは実際気分の良くない病人らしく見えただろうと思います。私は飯をしまってタバコをふかし出しました。私が立たないので奥さんも火鉢のそばを離れるわけにはいきません。下女を呼んで膳を下げさせた上鉄瓶に水を差したり火鉢の縁を拭いたりして私に調子を合わせています。私は奥さんに特別な用事でもあるのかと問いました。奥さんはいいえと答えましたが今度は向こうでなぜですと聞き返してきました。私は実は少し話したいことがあるのだと言いました。奥さんは何ですかと言って私の顔を見ました。奥さんの調子はまるで私の気分に入り込めないような軽いものでしたから
私は次に出すべき文句も少し渋りました。私は仕方なしに言葉の上でいい加減にうろつき回った末、 K が近頃何か言いはしなかったかと奥さんに聞いてみました。奥さんは思いもよらないというふうをして、何を？とまた反問してきました。そうして私の答える前に、あなたには何かおっしゃったんですか？と帰って向こうで聞くのです。45K から聞かされた打ち明け話を奥さんに伝える気のなかった私は、いいえと言ってしまった後で、すぐ自分の嘘を心よからず感じました。仕方がないから、別段何も頼まれた覚えはないのだから、 K に関する要件ではないのだと言い直しました。奥さんはそうですかと言って後を待っています。私はどうしても切り出さなければならなくなりました。私は突然、奥さん、お嬢さんを私にくださいと言いました。奥さんは私の予期してかかったほど驚いた様子も見せませんでしたが、それでもしばらく返事ができなかったものと見えて、黙って私の顔を眺めていました。一度言い出した私は、いくら顔を見られても、それに頓着などはしていられません。ください、ぜひください、と言いました。私の妻としてぜひください、と言いました。奥さんは年を取っているだけに、私よりもずっと落ち着いていました。あげてもいいが、あんまり急じゃありませんか、と聞くのです。私が急にもらいたいのだ、とすぐ答えたら笑い出しました。そうして、よく考えたのですか、と念を押すのです。私は言い出したのは突然でも、考えたのは突然でない、というわけを強い言葉で説明しました。それからまだ二つ三つの問答がありましたが、私はそれを忘れてしまいました。男のようにハキハキしたところのある奥さんは、普通の女と違って、こんな場合には大変心持ちよく話のできる人でした。よござんす、差し上げましょう、と言いました。差し上げるなんて、威張った口の聞ける境遇ではありません。どうぞもらってください。ご存知の通り父親のない哀れな子です。後では向こうから頼みました。話は簡単でかつ明瞭に片付いてしまいました。最初からしまいまでにおそらく15分とはかからなかったでしょう。奥さんは何の条件も持ち出さなかったのです。親類に相談する必要もない。後から断ればそれでたくさんだと言いました。本人の意向さえ確かめるに及ばないと明言しました。そんな点になると、学問をした私の方が、かえって形式に肯定するくらいに思われたのです。親類はとにかく当人にはあらかじめ話して承諾を得るのが順序らしいと私が注意したとき、奥さんは大丈夫です。本人が不承知なところへ私があの子をやるはずがありませんから、と言いました。自分の部屋へ帰った私は、ことのあまりに訳もなく進行したのを考えて、かえって変な気持ちになりました。果たして大丈夫なのだろうかという疑念さえ、どこからか頭の底に這い込んできたくらいです。けれども大体の上において、私の未来の運命は、これで定められたのだという観念が、私のすべてを新たにしました。私は昼ごろまた茶の間へ出かけて行って、奥さんに今朝の話をお嬢さんにいつ通じてくれるつもりかと尋ねました。奥さんは自分さえ承知していればいつ話しても構わなかろうというようなことを言うのです。こうなるとなんだか私よりも相手の方が男見たようで、私はそれきり引き込もうとしました。すると奥さんが私を引き止めて、もし早い方が希望ならば、今日でもいい。稽古から帰ってきたらすぐ話そうというのです。私はそうしてもらう方が都合がいいと答えて、また自分の部屋に帰りました。しかし黙って自分の机の前に座って二人のこそこそ話を遠くから聞いている私を想像してみると、なんだか落ち着いていられないような気もするのです。私はとうとう帽子をかぶって表へ出ました。そうしてまた坂の下でお嬢さんに行き合いました。何にも知らないお嬢さんは
私を見て驚いたらしかったのです。私が帽子を取って今お帰りと尋ねると、向こうではもう病気は治ったのかと不思議そうに聞くのです。私は、ええ、治りました、治りました、と答えて、ずんずん水道橋の方へ曲がってしまいました。46。私は猿楽町から神保町の通りへ出て、小川町の方へ曲がりました。私がこの界隈を歩くのは、いつも古本屋を冷やかすのが目的でしたが、その日は手連れのした書物などを眺める気がどうしても起こらないのです。私は歩きながら絶えずうちのことを考えていました。私にはさっきの奥さんの記憶がありました。それからお嬢さんが家へ帰ってからの想像がありました。私はつまりこの二つのもので歩か捨てられていたようなものです。その上私は時々往来の真ん中で我知らずふと立ち止まりました。そうして今頃は奥さんがお嬢さんにもうあの話をしている自分だろうなどと考えました。またある時はもうあの話が済んだ頃だとも思いました。私はとうとう万世橋を渡って明神の坂を上がって本郷台へ来て、それからまた菊坂を降りて、しまいには小石川の谷へ降りたのです。私の歩いた距離はこの三区にまたがっていびつな円を描いたとも言われるでしょうが、私はこの長い散歩の間ほとんど刑のことを考えなかったのです。今その時の私を解雇してなぜだと自分に聞いてみても一向わかりません。ただ不思議に思うだけです。私の心が刑を忘れうるくらい一方に緊張していたと見ればそれまでですが、私の両親がまたそれを許すべきはずはなかったのですから。刑に対する私の両親が復活したのは、私が家の格子を開けて玄関から座敷へ通るとき、すなわち例のごとく彼の部屋を抜けようとした瞬間でした。彼はいつもの通り机に向かって書見をしていました。彼はいつもの通り書物から目を離して私を見ました。しかし彼はいつもの通り今帰ったのかとは言いませんでした。彼は病気はもういいのか、医者へでも行ったのかと聞きました。私はその刹那に彼の前に手をついて謝りたくなったのです。しかも私の受けたその時の衝動は決して弱いものではなかったのです。もし K と私がたった二人荒野の真ん中にでも立っていたならば、私はきっと両親の命令に従ってその場で彼に謝罪したろうと思います。しかし奥には人がいます。私の自然はすぐそこで食い止められてしまったのです。そうして悲しいことに永久に復活しなかったのです。夕飯の時、Kと私はまた顔を合わせました。何にも知らないKは、ただ沈んでいただけで少しも疑い深い目を私に向けません。何にも知らない奥さんはいつもより嬉しそうでした。私だけが全てを知っていたのです。私は鉛のような飯を食いました。その時お嬢さんはいつものようにみんなと同じ食卓に並びませんでした。奥さんが催促すると次の部屋でただいまと答えるだけでした。それを K は不思議そうに聞いていました。しまいにどうしたのかと奥さんに尋ねました。奥さんは大方決まりが悪いのだろうと言ってちょっと私の顔を見ました。K はなお不思議そうになんで決まりが悪いのかと追求しにかかりました。奥さんは微笑しながらまた私の顔を見るのです。私は食卓に着いた初めから奥さんの顔つきで事の成り行きをほぼ推察していました。しかし K に説明を与えるために私のいる前でそれをことごとく話されてはたまらないと考えました。奥さんはまたそのくらいのことを平気でする女なのですから、私はヒヤヒヤしたのです。幸いに K はまた元の沈黙に帰りました。平勢より多少機嫌の良かった奥さんも、とうとう私の恐れを抱いている点までは
話を進めずにしまいました。私はほっと一息して部屋に帰りました。しかし私がこれから先 K に対して取るべき態度はどうしたものなのだろうか。私はそれを考えずにはいられませんでした。私はいろいろの弁護を自分の胸でこしらえてみましたけれども、どの弁護も K に対して面と向かうには物足りませんでした。卑怯な私はついに自分で自分を K に説明するのが嫌になったのです。47。私はそのまま 2,3 日過ごしました。その 2,3 日の間、 K に対する絶えざる不安が私の胸を重くしたのは言うまでもありません。私はただでさえ何とかしなければ彼にすまないと思ったのです。その上、奥さんの調子やお嬢さんの態度が始終私を突っつくように刺激するのですから、私はなおつらかったのです。どこか男らしい気性を備えた奥さんはいつ私のことを食卓で K にすっぱ抜かないとも限りません。それ以来、ことに目立つように思えた私に対するお嬢さんの虚子動作も K の心を曇らす不審の種とならないとは断言できません。私は何とかして私とこの家族との間に成り立った新しい関係を K に知らせなければならない位置に立ちました。しかし、倫理的に弱点を持っていると自分で自分を認めている私には、それがまた至難のことのように感じられたのです。私は仕方がないから奥さんに頼んで K に改めてそう言ってもらおうかと考えました。無論私のいない時です。しかし、ありのままを告げられては、直接と間接の区別があるだけで面目のないのに変わりはありませんと言って、こしらえ事を話してもらおうとすれば、奥さんからその理由を詰問されるに決まっています。もし奥さんに全ての事情を打ち明けて頼むとすれば、私は好んで自分の弱点を自分の愛人とその母親の前にさらけ出さなければなりません。真面目な私にはそれが私の未来の信用に関するとしか思われなかったのです。結婚する前から恋人の信用を失うのは、たとえ一部一輪でも私には耐えきれない不幸のように見えました。要するに、私は正直な道を歩くつもりでつい足を滑らした馬鹿者でした。もしくは狡猾な男でした。そうして、そこに気のついているものは今のところただ天と私の心だけだったのです。しかし、立ち直ってもう一歩前へ踏み出そうとするには、今滑ったことをぜひとも周囲の人に知られなければならない窮境に陥ったのです。私はあくまで滑ったことを隠したがりました。同時に、どうしても前へ出ずにはいられなかったのです。私はこの間に挟まってまた立ちすくみました。 5,6 日経った後、奥さんは突然私に向かって K にあのことを話したかと聞くのです。私はまだ話さないと答えました。すると、なぜ話さないのかと奥さんが私をなじるのです。私はこの問いの前に固くなりました。その時、奥さんが私を脅かした言葉を私は今でも忘れずに覚えています。道理で私が話したら変な顔をしていましたよ。あなたも良くないじゃありませんか。平勢あんなに親しくしている間柄なのに黙って知らん顔をしているのは。私は K がその時何か言いはしなかったかと奥さんに聞きました。奥さんは別段何も言わないと答えました。しかし、私は進んでもっと細かいことを尋ねずにはいられませんでした。奥さんは、もとより何も隠すわけがありません、大した話もないがと言いながら、いちいち K の様子を語って聞かせてくれました。奥さんの言うところを総合して考えてみると、 K はこの最後の打撃を最も落ち着いた驚きを持って迎えたらしいのです。 K はお嬢さんと私との間に結ばれた新しい関係について、最初はそうですかとただ一口言っただけだったそうです。しかし、奥さんがあなたも喜んでくださいと述べた時、彼は初めて奥さんの顔を見て、
微笑を漏らしながら、おめでとうございます、と言ったまま席を立ったそうです。そうして茶の間の障子を開ける前に、また奥さんを振り返って、結婚はいつですか?と聞いたそうです。それから何かお祝いをあげたいが、私は金がないからあげることができません、と言ったそうです。奥さんの前に座っていた私は、その話を聞いて胸が塞がるような苦しさを覚えました。48。勘定してみると奥さんが K に話をしてからもう2日余りになります。その間 K は私に対して少しも以前と異なった様子を見せなかったので、私は全くそれに気がつかずにいたのです。彼の挑戦とした態度は、たとえ外観だけにもせよ、敬服に値すべきだと私は考えました。彼と私を頭の中で並べてみると、彼の方がはるかに立派に見えました。俺は策略で勝っても人間としては負けたのだ、という感じが私の胸に渦巻いて起こりました。私はその時佐藤慶が軽蔑していることだろうと思って、一人で顔を赤らめました。しかし今さら K の前に出て恥をかかせられるのは私の自尊心にとって大いな苦痛でした。私が進もうかよそうかと考えて、ともかくも明くる日まで待とうと決心したのは土曜の晩でした。ところがその晩に K は自殺して死んでしまったのです。私は今でもその光景を思い出すと、ゾッとします。いつも東枕で寝る私が、その晩に限って偶然西枕に床を敷いたのも何かの因縁かもしれません。私は枕元から吹き込む寒い風でふと目を覚ましたのです。見ると、いつも立て切ってある毛と私の部屋との仕切りの襖が、この間の晩と同じくらい空いています。けれども、この間のように K の黒い姿はそこには立っていません。私は暗示を受けた人のように、床の上に肘をついて起き上がりながら、きっと K の部屋を覗きました。ランプが暗く灯っているのです。それで床も敷いてあるのです。しかし、掛け布団は跳ね返されたように、裾の方に重なり合っているのです。そうして、K 自身は向こう向きに突っ伏しているのです。私は、おいと言って声をかけました。しかし何の答えもありません。おいどうかしたのか、と私はまた K を呼びました。それでも K の体はちっとも動きません。私はすぐ起き上がって、敷居際まで行きました。そこから彼の部屋の様子を、暗いランプの光で見回しました。その時私の受けた第一の感じは、K から突然恋の自白を聞かされた時のそれとほぼ同じでした。私の目は彼の部屋の中を一目見るや否や、あたかもガラスで作った義眼のように動く能力を失いました。私は棒立ちに立ち尽くしました。それが疾風のごとく私を通過した後で私はまた、ああ、しまったと思いました。もう取り返しがつかないという暗い光が私の未来を貫いて、一瞬間に私の前に横たわる全生涯をものすごく照らしました。そうして私はガタガタ震え出したのです。それでも私はついに私を忘れることができませんでした。私はすぐ机の上に置いてある手紙に目をつけました。それは予期通り私の名当てになっていました。私は夢中で封を切りました。しかし中には私の予期したようなことは何にも書いてありませんでした。私は私にとってどんなに辛い文句がその中に書き連ねて寝てあるだろうと予期したのです。そうしてもしそれが奥さんやお嬢さんの目に触れたら、どんなに軽蔑されるかもしれないという恐怖があったのです。私はちょっと目を通しただけで、まず助かったと思いました。もとより世間体の上だけで助かったのですが、その世間体がこの場合、
私にとっては非常な重大事件に見えたのです。手紙の内容は簡単でした。そうしてむしろ抽象的でした。自分は薄視弱光で到底行く先の望みがないから自殺するというだけなのです。それから今まで私に世話になった例がごくあっさりとした文句でその後に付け加えてありました。世話ついでに死後の片付け方も頼みたいという言葉もありました。奥さんに迷惑をかけてすまんからよろしく詫びをしてくれという句がありました。国元へは私から知らせてもらいたいという依頼もありました。必要なことはみんな一口ずつ書いてある中にお嬢さんの名前だけはどこにも見えません。私はしまいまで読んですぐ K がわざと回避したのだということに気がつきました。しかし私の最も痛切に感じたのは最後に墨の余りで書き添えたらしく見える、もっと早く死ぬべきなのになぜ今まで生きていたのだろうという意味の文句でした。私は震える手で手紙を巻き収めて再び封の中へ入れました。私はわざとそれをみんなの目につくように元の通り机の上に置きました。そうして振り返って襖にほとばしっている血潮を初めて見たのです。49。私は突然 K の頭を抱えるように両手で少し持ち上げました。私は K の死に顔が一目見たかったのです。しかしうつ伏しになっている彼の顔をこうして下から覗き込んだ時、私はすぐ手を離してしまいました。ゾッとしたばかりではないのです。彼の顔が非常に重たく感じられたのです。私は上から今触った冷たい耳と平然に変わらないゴブ狩りの濃い髪の毛をしばらく眺めていました。私は少しも泣く気にはなれませんでした。私はただ恐ろしかったのです。そうしてその恐ろしさは目の前の光景が感能を刺激して起こる単調な恐ろしさばかりではありません。私は忽然と冷たくなったこの友達によって暗示された運命の恐ろしさを深く感じたのです。私は何の分別もなくまた私の部屋に帰りました。そして8畳の中をぐるぐる回り始めました。私の頭は無意味でも当分そうして動いていろと私に命令するのです。私はどうかしなければならないと思いました。同時にもうどうすることもできないのだと思いました。座敷の中をぐるぐる回らなければいられなくなったのです。檻の中へ入れられた熊のような態度で、私は時々奥へ行って奥さんを起こそうという気になりますけれども、女にこの恐ろしいありさまを見せては悪いという心持ちがすぐ私を遮ります。奥さんはとにかくお嬢さんを脅かすことはとてもできないという強い意志が私を押さえつけます。私はまたぐるぐる回り始めるのです。私はその間に自分の部屋のランプをつけました。それから時計を時々見ました。その時の時計ほど埒の明かない遅いものはありませんでした。私の起きた時間は正確にわからないのですけれども、もう夜明けに間もなかったことだけは明らかです。ぐるぐる回りながらその夜明けを待ち焦がれた私は、永久に暗い夜が続くのではなかろうかという思いに悩まされました。我々は7時前に起きる習慣でした。学校は8時に始まることが多いので、それでないと授業に間に合わないのです。エジはその関係で6時頃に起きるわけになっていました。しかしその日、私がゲジを起こしに行ったのはまだ6時前でした。すると奥さんが今日は日曜だと言って注意してくれました。奥さんは私の足音で目を覚ましたのです。私は奥さんに目が覚めているならちょっと私の部屋まで来てくれと頼みました。奥さんは寝巻きの上へ普段着の羽織を引っ掛けて私の後についてきました。私は部屋へ入るや否や、今まで開いていた仕切りの襖をすぐ立て切りました。そうして奥さんに飛んだことができた、と小声で告げました。奥さんは何だと聞きました。私は顎で隣の部屋を指すようにして驚いちゃいけません、と言いました。奥さんは青い顔をしました。
奥さん、Kは自殺しました。と私がまた言いました。奥さんはそこに、いすくまったように私の顔を見て黙っていました。その時私は突然奥さんの前へ手をついて頭を下げました。すみません。私が悪かったのです。あなたにもお嬢さんにもすまないことになりました。と謝りました。私は奥さんと向かい合うまで、そんな言葉を口にする気はまるでなかったのです。しかし奥さんの顔を見たとき、不意に我とも知らずそう言ってしまったのです。Kに謝ることのできない私は、こうして奥さんとお嬢さんに詫びなければいられなくなったのだと思ってください。つまり私の自然が、ヘイゼイの私を出し抜いて、ふらふらと懺悔の口を開かしたのです。奥さんがそんな深い意味に私の言葉を解釈しなかったのは私にとって幸いでした。青い顔をしながら、不慮の出来事なら仕方がないじゃありませんか、と慰めるように言ってくれました。しかし、その顔には驚きと恐れとが掘りつけられたように固く筋肉をつかんでいました。50. 私は奥さんに気の毒でしたけれども、また立って今閉めたばかりのからかみを開けました。その時、Kのランプに油がつきたと見えて、部屋の中はほとんど真っ暗でした。私は引き返して自分のランプを手に持ったまま、入り口に立って奥さんを顧みました。奥さんは私の後ろから隠れるようにして、四畳の中を覗きました。しかし、入ろうとはしません。そこはそのままにしておいて、雨戸を開けてくれと私に言いました。それから後の奥さんの態度は、さすがに軍人の未亡人だけあって要領を得ていました。私は医者のところへも行きました。また警察へも行きました。しかしみんな奥さんに命令されて行ったのです。奥さんはそうした手続きの済むまで、誰も K の部屋へは入れませんでした。K は小さなナイフで K 動脈を切って、一息に死んでしまったのです。他に傷らしいものは、何もありませんでした。私が夢のような薄暗い日で見たからかみの血潮は、彼の首筋から一度にほとばしったものと知れました。私は日中の光で明らかにその跡を再び眺めました。そうして人間の血の勢いというものの激しいのに驚きました。奥さんと私はできるだけの手際と工夫を用いて、K の部屋を掃除しました。彼の血潮の大部分は、幸い彼の布団に吸収されてしまったので、畳はそれほど汚れないで済みましたから、後始末はまだ楽でした。二人は彼の死骸を私の部屋に入れて、普段の通り寝ている丁に横にしました。私はそれから彼の実家へ電報を打ちに出たのです。私が帰った時は K の枕元にもう線香が立てられていました。部屋へ入るとすぐ仏臭い煙で鼻を打たれた私は、その煙の中に座っている女二人を認めました。私がお嬢さんの顔を見たのは、昨夜以来この時が初めてでした。お嬢さんは泣いていました。奥さんも目を赤くしていました。事件が起こってからそれまで泣くことを忘れていた私は、その時ようやく悲しい気分に誘われることができたのです。私の胸はその悲しさのためにどのくらいくつろいだか知れません。苦痛と恐怖でぐいと握りしめられた私の心に一滴の潤いを与えてくれたものはその時の悲しさでした。私は黙って二人のそばに座っていました。奥さんは私にも線香をあげてやれと言います。私は線香をあげてまた黙って座っていました。お嬢さんは私には何とも言いません。たまに奥さんと一口二口言葉を交わすことがありましたが、それは当座の用事についてのみでした。お嬢さんには K の生前について語るほどの余裕がまだ出てこなかったのです。私はそれでも、夕べのものすごいありさまを見せずに済んで、まだよかったと心の内で思いました。若い美しい人に恐ろしいものを見せると、せっかくの美しさがそのために破壊されてしまいそうで、私は怖かったのです。
私の恐ろしさが私の髪の毛の末端まで来た時ですら、私はその考えを度外に置いて行動することはできませんでした。私にはきれいな花を罪もないのに、みだりに鞭打つと同じような不快がそのうちにこもっていたのです。国元から K の父と兄が出てきた時、私は K の遺骨をどこへ埋めるかについて自分の意見を述べました。私は彼の生前に雑司ヶ谷近辺をよく一緒に散歩したことがあります。 K にはそこが大変気に入っていたのです。それで私は冗談半分に、そんなに好きなら死んだらここへ埋めてやろうと約束した覚えがあるのです。私も今その約束通り K を雑司ヶ谷へ葬ったところで、どのくらいの功徳になるものかとは思いましたけれども、私は私の生きている限り K の墓の前にひざまずいて、月々私の懺悔を新たにしたかったのです。今まで構えつけなかった K を私が万事世話をしてきたという義理もあったのでしょう。 K の父も兄も私の言うことを聞いてくれました。51、 K の葬式の帰り道に、私はその友人の一人から K がどうして自殺したのだろうという質問を受けました。事件があって以来、私はもう何度となくこの質問で苦しまられていたのです。奥さんもお嬢さんも、国から出てきた K の父兄も、通帳を出した知り合いも、彼とは何の縁故もない新聞記者までも、必ず同様の質問を私にかけないことはなかったのです。私の両親はその度にチクチク刺されるように痛みました。そうして私はこの質問の裏に、早くお前が殺したと白状してしまえという声を聞いたのです。私の答えは誰に対しても同じでした。私はただ彼の私宛で書き残した手紙を繰り返すだけで、他に一口も付け加えることはしませんでした。葬式の帰りに同じ問いをかけて同じ答えを得た K の友人は、懐から一枚の新聞を出して私に見せました。私は歩きながら、その友人によって指し示された箇所を読みました。それには、 K が父兄から感動された結果、遠征的な考えを起こして自殺したと書いてあるのです。私は何にも言わずにその新聞を畳んで友人の手に返しました。友人はこの他にも、 K が気が狂って自殺したと書いた新聞があると言って教えてくれました。忙しいのでほとんど新聞を読む暇がなかった私は、まるでそうした方面の知識を書いていましたが、腹の中では始終気にかかっていたところでした。私は何よりもうちの者の迷惑になるような記事の出るのを恐れたのです。ことに名前だけにせよ、お嬢さんが引き合いに出たらたまらないと思っていたのです。私はその友人に、他に何とか書いたのはないかと聞きました。友人は自分の目についたのはただその2週きりだと答えました。私が今おる家へ引っ越したのはそれから間もなくでした。奥さんもお嬢さんも前のところにいるのを嫌がりますし、私もその世の記憶を毎晩繰り返すのが苦痛だったので、相談の上移ることに決めたのです。移って2ヶ月ほどしてから、私は無事に大学を卒業しました。卒業して半年も経たないうちに、私はとうとうお嬢さんと結婚しました。外側から見れば、万事が予期通りに運んだのですから、めでたいと言わなければなりません。奥さんもお嬢さんもいかにも幸せらしく見えました。私も幸せだったのですけれども、私の幸せには黒い影がついていました。私はこの幸せが最後に私を悲しい運命に連れていく導火線ではなかろうかと思いました。結婚した時、お嬢さんがもうお嬢さんではありませんから妻と言います。妻が何を思い出したのか、二人で K の墓参りをしようと言い出しました。私は意味もなくただぎょっとしました。どうしてそんなことを急に思い立ったのかと聞きました。妻は、二人揃ってお参りをしたら
K がさぞ喜ぶだろうというのです。私は何事も知らない妻の顔をしげしげ眺めていましたが、妻からなぜそんな顔をするのかと問われて初めて気がつきました。私は妻の望み通り二人連れ立って雑司ヶ谷へ行きました。私は新しい K の墓へ水をかけて洗ってやりました。妻はその前へ線香と花を立てました。二人は頭を下げて合唱しました。妻は定めて私と一緒になった顛末を述べて K に喜んでもらうつもりでしたろう。私は腹の中でただ自分が悪かったと繰り返すだけでした。その時妻は K の墓を撫でてみて立派だと評しました。その墓は大したものではないのですけれども、私が自分で石屋へ行って見立てたりして因縁があるので、妻は特にそう言いたかったのでしょう。私はその新しい墓と新しい私の妻と、それから地面の下にうずめられた K の新しい白骨とを思い比べて、運命の霊場を感じずにはいられなかったのです。私はそれ以後、決して妻と一緒に K の墓参りをしないことにしました。52、私の亡き友に対するこうした感じはいつまでも続きました。実は私も初めからそれを恐れていたのです。年来の希望であった結婚すら不安のうちに式を挙げたといえば言えないこともないでしょう。しかし自分で自分の先が見えない人間のことですから、ことによるとあるいはこれが私の心持ちを一転して新しい生涯に入る糸口になるかもしれないと思ったのです。ところがいよいよ夫として朝夕妻と顔を合わせてみると、私の儚い希望は手厳しい現実のためにもろくも破壊されてしまいました。私は妻と顔を合わせているうちに突然 K に脅かされるのです。つまり妻が中間に立って K と私をどこまでも結びつけて離さないようにするのです。妻のどこにも不足を感じない私は、ただこの一点において彼女を遠ざけたがりました。すると女の胸にはすぐそれが映ります。映るけれども理由はわからないのです。私は時々妻から、なぜそんなに考えているのだとか、何か気に入らないことがあるのだろうとかいう質問を受けました。笑って済ませるときはそれで差し支えないのですが、時によると妻の勘も講じてきます。しまいには、あなたは私を嫌っていらっしゃるんでしょうとか、何でも私に隠していらっしゃることがあるに違いないとかいう怨言も聞かなくてはなりません。私はその度に苦しみました。私は一層思い切ってありのままお妻に打ち明けようとしたことが何度もあります。しかしいざという間際になると、自分以外のある力が不意に来て私を押さえつけるのです。私を理解してくれるあなたのことだから説明する必要もあるまいと思いますが、話すべき筋だから話しておきます。その自分の私は妻に対して己を飾る気はまるでなかったのです。もし私が亡き友に対すると同じような善良な心で妻の前に懺悔の言葉を並べたなら、妻は嬉し涙をこぼしても私の罪を許してくれたに違いないのです。それを相手しない私に利害の打算があるはずはありません。私はただ妻の記憶に暗黒な一点を因するに忍びなかったから打ち明けなかったのです。純白なものに一しずくの陰気でも容赦なく振りかけるのは、私にとって大変な苦痛だったのだと解釈してください。一年経っても K を忘れることのできなかった私の心は常に不安でした。私はこの不安を駆逐するために書物に溺れようと努めました。私は猛烈な勢いを持って勉強し始めたのです。そうしてその結果を世の中に公にする日の来るのを待ちました。けれども無理に目的をこしらえて、無理にその目的の達せられる日を待つのは嘘ですから不愉快です。私はどうしても書物の中に心を薄めていられなくなりました。私はまた腕組みをして世の中を眺め出したのです。妻はそれを今日に困らないから
心にたるみが出るのだと観察していたようでした。妻の家にも、親子二人ぐらいは座っていてどうかこうか暮らしていける財産がある上に、私も職業を求めないで差し支えない境遇にいたのですから、そう思われるのももっともです。私も幾分かスポイルされた気味がありましょう。しかし私の動かなくなった原因の主なものは全くそこにはなかったのです。叔父に欺かれた当時の私は、人の頼みにならないことをつくづくと感じたにはそういありませんが、人を悪く取るだけあって、自分はまだ確かな気がしていました。世間はどうあろうとも、この俺は立派な人間だという信念がどこかにあったのです。それが K のために見事に破壊されてしまって、自分もあの叔父と同じ人間だと意識したとき、私は急にフラフラしました。人に愛想を尽かした私は、自分にも愛想を尽かして動けなくなったのです。53。書物の中に自分を生き埋めにすることのできなかった私は、酒に魂を浸して己を忘れようと試みた時期もあります。私は酒が好きだとは言いません。けれども、飲めば飲めるたちでしたから、ただ量を頼みに、心を盛り潰そうと努めたのです。この船舶な方便はしばらくするうちに私をなお遠征的にしました。私は乱水の真っ最中にふと自分の位置に気がつくのです。自分はわざとこんな真似をして己を偽っている愚物だということに気がつくのです。すると身震いとともに目も心も覚めてしまいます。時にはいくら飲んでもこうした仮想状態にさえ入り込めないでむやみに沈んでいく場合も出てきます。その上、技巧で愉快を買った後には、きっと沈鬱な反動があるのです。私は自分の最も愛している妻とその母親に、いつでもそこを見せなければならなかったのです。しかも彼らは、彼らに自然な立場から私を解釈してかかります。妻の母は時々気まずいことを妻に言うようでした。それを妻は私に隠していました。しかし自分は自分で単独に私を責めなければ気が済まなかったらしいのです。責めると言っても決して強い言葉ではありません。妻から何か言われたために私が激した試しはほとんどなかったくらいですから。妻はたびたびどこが気に入らないのか遠慮なく言ってくれと頼みました。それから私の未来のために酒をやめろと忠告しました。ある時は泣いて、あなたはこの頃人間が違った、と言いました。それだけならまだいいのですけれども、Kさんが生きていたら、あなたもそんなにはならなかったでしょう、というのです。私はそうかもしれないと答えたことがありましたが、私の答えた意味と妻の了解した意味とは全く違っていたのですから、私は心の内で悲しかったのです。それでも私は妻に何事も説明する気にはなれませんでした。私は時々妻に謝りました。それは多く酒に酔って遅く帰った翌日の朝でした。妻は笑いました。あるいは黙っていました。たまにポロポロと涙を落とすこともありました。私はどっちにしても自分が不愉快でたまらなかったのです。だから私の妻に謝るのは自分に謝るのとつまり同じことになるのです。私はしまいに酒をやめました。妻の忠告でやめたというより、自分で嫌になったからやめたと言った方が適当でしょう。酒はやめたけれども、何もする気になりません。仕方がないから書物を読みます。しかし読めば読んだなりで打ち合っておきます。私は妻から何のために勉強するのかという質問をたびたび受けました。私はただ苦笑していました。しかし腹の底では世の中で自分が最も親愛しているたった一人の人間すら自分を理解していないのかと思うと悲しかったのです。理解させる手段があるのに理解させる勇気が出せないのだと思うとますます悲しかったのです。私は石爆でした。どこからも切り離されて世の中にたった一人住んでいるような気のしたこともよくありました。同時に私はKの死因を繰り返し繰り返し考えたのです。その当座は頭がただ恋の一時で支配されていたせいでもありましょうが、私の観察はむしろ
簡単でしかも直線的でした。 K はまさしく失恋のために死んだものとすぐ決めてしまったのです。しかしだんだん落ち着いた気分で同じ現象に向かってみると、そうたやすくは解決がつかないように思われてきました。現実と理想の衝突、それでもまだ不十分でした。私はしまいに K が私のようにたった一人で寂しくて仕方がなくなった結果、急に処決したのではなかろうかと疑い出しました。そうしてまたゾッとしたのです。私も K の歩いた道を K と同じようにたどっているのだという予感が折々風のように私の胸を横切り始めたからです。54。そのうち妻の母が病気になりました。医者に見せると到底治らないという診断でした。私は力の及ぶ限り懇切に介護をしてやりました。これは病人自身のためでもありますし、また愛する妻のためでもありましたが、もっと大きな意味から言うと、ついに人間のためでした。私はそれまでにも何かしたくってたまらなかったのだけれども、何もすることができないので、やむを得ず懐手をしていたに違いありません。世間と切り離された私が初めて自分から手を出して幾分でも良いことをしたという自覚を得たのはこの時でした。私は罪滅ぼしとでも名付けなければならない一種の気分に支配されていたのです。母は死にました。私と妻はたった二人きりになりました。妻は私に向かって、これから世の中で頼りにするものは一人しかなくなったと言いました。自分自身さえ頼りにすることのできない私は、妻の顔を見て思わず涙ぐみました。そうして妻を不幸な女だと思いました。また不幸な女だと口へ出しても言いました。妻はなぜだと聞きます。妻には私の意味がわからないのです。私もそれを説明してやることができないのです。妻は泣きました。私が普段からひねくれた考えで彼女を観察しているために、そんなことも言うようになるのだと恨みました。母の亡くなった後、私はできるだけ妻を親切に取り扱ってやりました。ただ当人を愛していたからばかりではありません。私の親切には個人を離れてもっと広い背景があったようです。ちょうど妻の母の看護をしたと同じ意味で、私の心は動いたらしいのです。妻は満足らしく見えましたけれども、その満足のうちには私を理解し得ないために起こるぼんやりした希薄な点がどこかに含まれているようでした。しかし妻が私を理解し得たにしたところで、この物足りなさは増するとも減る気遣いはなかったのです。女には大きな人道の立場から来る愛情よりも、多少義理を外れても自分だけに集中される親切を嬉しがる性質が男よりも強いように思われますから。妻はある時、男の心と女の心とはどうしてもピタリと一つになれないものだろうかと言いました。私はただ若い時ならなれるだろうと曖昧な返事をしておきました。妻は自分の過去を振り返って眺めているようでしたが、やがてかすかなため息を漏らしました。私の胸にはその自分から時々恐ろしい影がひらめきました。はじめはそれが偶然外から襲ってくるのです。私は驚きました。私はゾッとしました。しかししばらくしているうちに、私の心がそのものすごいひらめきに応ずるようになりました。しまいには外から来ないでも自分の胸の底に生まれた時から潜んでいるもののごとくに思われ出してきたのです。私はそうした心持ちになるたびに、自分の頭がどうかしたのではなかろうかと疑ってみましたけれども、私は医者にも誰にも見てもらう気にはなりませんでした。私はただ人間の罪というものを深く感じたのです。その感じが私を K の墓へ毎月行かせます。その感じが私に妻の母の看護をさせます。そうしてその感じが妻に優しくしてやれと私に命じます。私はその感じのために、知らない路傍の人から鞭打たれたいとまで思ったこともあります。こうした階段を段々経過していくうちに、
人に鞭打たれるよりも自分で自分を鞭打つべきだという気になります。自分で自分を鞭打つよりも自分で自分を殺すべきだという考えが起こります。私は仕方がないから死んだ気で生きていこうと決心しました。私がそう決心してから今日まで何年になるでしょう。私と妻とは元の通り仲良く暮らしてきました。私と妻とは決して不幸ではありません。幸福でした。しかし私の持っている一点、私にとっては容易ならんこの一点が妻には常に暗黒に見えたらしいのです。それを思うと私は妻に対して非常に気の毒な気がします。55。死んだつもりで生きていこうと決心した私の心は時々下界の刺激で踊り上がりました。しかし私がどの方面かへ切って出ようと思い立つや否や、恐ろしい力がどこからか出てきて私の心をぐいと握りしめて少しも動けないようにするのです。そうしてその力が私に、お前は何をする資格もない男だと押さえつけるように言って聞かせます。すると私はその一言ですぐぐたりとしおれてしまいます。しばらくしてまた立ち上がろうとするとまた締め付けられます。私は歯を食いしばってなんで人の邪魔をするのかと怒鳴りつけます。不可思議な力は冷ややかな声で笑います。自分でよく知っているくせにと言います。私はまたぐたりとなります。波乱も曲折もない単調な生活を続けてきた私の内面には常にこうした苦しい戦争があったものと思ってください。妻が見て歯がゆがる前に私自身が何増倍歯がゆい思いを重ねてきたか知れないくらいです。私がこの牢屋のうちにじっとしていることがどうしてもできなくなった時、またその牢屋をどうしても突き破ることができなくなった時、必勝私にとって一番楽な努力で遂行できるものは自殺より他にないと私は感じるようになったのです。あなたはなぜと言って目を見張るかもしれませんが、いつも私の心を握りしめるに来るその不可思議な恐ろしい力は私の活動をあらゆる方面で食い止めながら死の道だけを自由に私のために開けておくのです。動かずにいればともかくも少しでも動く以上はその道を歩いて進まなければ私には進みようがなくなったのです。私は今日に至るまですでに 2,3 度運命の導いていく最も楽な方向へ進もうとしたことがあります。しかし私はいつでも妻に心を惹かされました。そうしてその妻を一緒に連れて行く勇気は無論ないのです。妻にすべてを打ち明けることのできないくらいな私ですから、自分の運命の犠牲として妻の天寿を奪うなどという手荒な所作は考えてさえ恐ろしかったのです。私に私の宿命がある通り、妻には妻の回り合わせがあります。二人を一束にして火にくべるのは無理という点から見ても痛ましい極端としか私には思えませんでした。同時に私だけがいなくなった後の妻を想像してみるといかにも不憫でした。母の死んだ時、これから世の中で頼りにするものは私より他に亡くなったと言った彼女の述懐を私は腹綿に染み込むように記憶させられていたのです。私はいつも躊躇しました。妻の顔を見てよしてよかったと思うこともありました。そうしてまたじっとすくんでしまいます。そうして妻から時々物足りなさそうな目で眺められるのです。記憶してください。私はこんな風にして生きてきたのです。初めてあなたに鎌倉で出会った時も、あなたと一緒に郊外を散歩した時も、私の気分に大した変わりはなかったのです。私の後ろにはいつでも黒い影がくっついていました。私は妻のために命を引きずって世の中を歩いていたようなものです。あなたが卒業して国へ帰る時も同じことでした。9月になったらまたあなたに会おうと約束した私は嘘をついていたのではありません。全く会う気でいたのです。秋が去って冬が来て、その冬が尽きても
きっと会うつもりでいたのです。すると夏の暑い盛りに明治天皇が崩御になりました。その時私は明治の精神が天皇に始まって天皇に終わったような気がしました。最も強く明治の影響を受けた私どもが、その後に生き残っているのは筆教時勢遅れだという感じが激しく私の胸を打ちました。私はあからさまに妻にそう言いました。妻は笑って取り合いませんでしたが、何を思ったものか突然私に、では殉死でもしたらよかろうとからかいました。56。私は殉死という言葉をほとんど忘れていました。平生使う必要のない字だから、記憶の底に沈んだまま腐れかけていたものと見えます。妻の冗談を聞いて初めてそれを思い出した時、私は妻に向かって、もし自分が殉死するならば明治の精神に殉死するつもりだと答えました。私の答えも無論冗談に過ぎなかったのですが、私はその時なんだか古い不要な言葉に新しい意義を盛り得たような心持ちがしたのです。それから約1ヶ月ほど経ちました。ご体操の夜、私はいつもの通り書斎に座って合図の号砲を聞きました。私にはそれが明治が永久に去った法治のごとく聞こえました。後で考えると、それが乃木大将の永久に去った法治にもなっていたのです。私は号外を手にして思わず妻に、殉死だ殉死だと言いました。私は新聞で乃木大将の死ぬ前に書き残していったものを読みました。西南戦争の時、敵に旗を取られて以来、申し訳のために死のう死のうと思ってつい今日まで生きていたという意味の句を見た時、私は思わず指を折って、乃木さんが死ぬ覚悟をしながら生きながらえてきた年月を感情してみました。西南戦争は明治10年ですから、明治45年までには35年の距離があります。乃木さんはこの35年の間、死のう死のうと思って死ぬ機会を待っていたらしいのです。私はそういう人にとって生きていた35年が苦しいか、また刀を腹へ突き立たした一刹那が苦しいか、どっちが苦しいだろうと考えました。それから 2,3 日して、私はとうとう自殺する決心をしたのです。私に乃木さんの死んだ理由がよくわからないように、あなたにも私の自殺するわけが明らかに飲み込めないかもしれませんが、もしそうだとすると、それは時世の推移から来る人間の相違だから仕方がありません、あるいは個人の持って生まれた性格の相違といった方が確かかもしれません。私は私のできる限り、この不可思議な私というものをあなたに分からせるように、今までの叙述で己を尽くしたつもりです。私は妻を残していきます。私がいなくなっても妻に衣食住の心配がないのは幸せです。私は妻に残酷な恐怖を与えることを好みません。私は妻に血の色を見せないで死ぬつもりです。妻の知らない間にこっそりこの世からいなくなるようにします。私は死んだ後で妻から頓死したと思われたいのです。気が狂ったと思われても満足なのです。私が死のうと決心してからもう10日以上になりますが、その大部分はあなたにこの長い自叙伝の一節を書き残すために使用されたものと思ってください。はじめはあなたに会って話をする気でいたのですが、書いてみるとかえってその方が自分をはっきり描き出すことができたような心持ちがして嬉しいのです。私は推挙に書くのではありません。私を産んだ私の過去は人間の経験の一部分として、私より他に誰も語りうるものはないのですから、それを偽りなく書き残しておく私の努力は、人間を知る上において、あなたにとっても外の人にとっても徒労ではなかろうかと思います。渡辺崋山は簡単という絵を描くために四季を1週間繰り延べたという話をつい先だって聞きました。人から見たら余計なことのようにも解釈できましょうが、当人にはまた
当人相応の要求が心の内にあるのだからやむを得ないとも言えるでしょう。私の努力も単にあなたに対する約束を果たすためばかりではありません。半ば以上は自分自身の要求に動かされた結果なのです。しかし私は今その要求を果たしました。もう何にもすることはありません。この手紙があなたの手に落ちる頃には、私はもうこの世にはいないでしょう。特に死んでいるでしょう。妻は10日ばかり前から市ヶ谷のおばのところへ行きました。おばが病気で手が足りないと言うから私が勧めてやったのです。私は妻の留守の間にこの長いものの大部分を書きました。時々妻が帰ってくると私はすぐそれを隠しました。私は私の過去を善悪ともに人の参考に供するつもりです。しかし妻だけはたった一人の例外だと承知してください。私は妻には何も知らせたくないのです。妻が己の過去に対して持つ記憶をなるべく純白に保存しておいてやりたいのが私の唯一の希望なのですから。私が死んだ後でも妻が生きている以上はあなた限りに打ち明けられた私の秘密として全てを腹の中にしまっておいてください。